若い力で改革を磨き出し頑張っておられるお徳さん、新様、よろしくお願いを申し上げます。岡田さん、おときださんね、私と違ってシュッとしたあのスリムな男前ですから、よーく話を聞いてやってください。自由が丘駅周辺の皆様、こんにちは。私は日本維新の会東京都選出の参議院議員の音喜多駿と申します。本日は馬場伸幸前衆議院議員幹事長からマイクを受け取りまして、田淵正文、この東京第5区からいよいよ来週19日からスタートする衆議院選挙に挑戦予定の田淵正文の応援に参りました。皆さん、いよいよ4年ぶりの大丈夫ですか、チップですからね、あの落ちるとか滑るとかやりましょうね。いよいよ4年ぶりの解散総選挙がスタートをいたします。先月までは自民党の総裁選挙、メディアはこれ一緒くたんでありましたけど、自民党の総裁選挙何回やったところで日本の政治は変わりません。日本の未来も自民党の総裁選挙では変わりません。この国の未来を、この国の政治を変えることができるのは、皆さんが一つ一票一票を持っている解散総選挙、この衆議院の解散総選挙でこそ皆さんの生活もこの国の未来も変えることができるんです。そして今の政治なんかおかしいよって思ったら、感染症対策も経済対策もおかしいな、変えなきゃいけない、そう思ったら、どうか我々日本維新の会、そして東京になりましたけれども、20分間の所信表明演説でなんと改革という文字、改革という2文字が1回も使われていないんです。そして今与党も野党もばらまき合戦ですよ。分配か成長か、こういう意味のない二元論で言葉遊びをしている、それがね、今の自民党と他の野党のありさまですよ。分配か成長かではありません。分配をするためにはもちろん成長による経済成長、成長の果実が必要、そして成長するためには何が必要なのか、それが改革ですよ。改革なくして分配なし、改革なくして成長なし。私たち日本維新の会は現存する唯一の改革政党として、既得権益を打ち破って30年間停滞をしていたこの日本を再び持続可能な持続成長型の社会に戻していく、その先頭に立っているのが我々日本維新の会、そしてこの東京第5区目黒区では田淵正文がその先頭に立って今回衆議院選挙を勝ち抜いてまいります。岸田内閣総理大臣は新自由主義からの脱却、分配ファーストなんだ、成長じゃなくてまず分配なくして成長なし、そうおっしゃっております。でも一体今の日本の何が新自由主義的な政策、これをやってきたと言うんでしょうか。何度国会で岸田さんに聞いてもよくわからない。新自由主義には市場原理主義、弱肉強食、優勝劣敗、冷たいイメージがある、そんな答弁が返ってきます。イメージで物を語らないでいただきたい。アベノミクスで、あるいは小泉純一郎内閣以降で、本当にそんな新自由主義の改革政策が行われてきたんですか。農業農家に株式会社が参入できるようになったんですか。医療業界に株式会社は参入できますか。電波オークションをして衛星放送などに株式会社、他の企業は参入できますか。何にもできませんよ。規制ばっかり、この国は規制ばっかりで、皆さんにがんじがらめにルールを押し付けて、だからこの国だけがアメリカからもヨーロッパからもアジアからも成長から取り残されたんです。時代遅れのこの規制を撤廃をして、この日本をもう一度成長ができる国に導いていく、それができる唯一の政党が私たち日本維新の会であり、
そしてこの目黒区東京第5区からは田淵正文現役ドクター改革派の戦うお医者さん田淵正文が挑戦をいたします。岸田内閣はいきなり誕生早々増税を言い出しました。そして新自由主義からの脱却という言葉で規制を強めようとしています。結局で今の自民党も岸田総理も皆さんのこと信用してないんですよ。日本人を信頼していない、国民を信用していないから税金を高く増税して、それ規制を強めて皆さんの行動を縛ろうとしている。皆さんにお金を与えておいてろくな使い道しないから、お父さんお母さんのお金を預かって賢く使ってあげましょうね。それがね、今の自民党政治のやり方ですよ。私たちは違います。日本維新の会も田淵正文も私たちは日本人の皆さん、その心、可能性を信じます。だからこそ、すぐにやたらと増税をするんじゃない。がんじがらめの規制を作って、橋の上げ下げまで修行するんじゃなくて、税金は安くして、皆さんにお金を戻して、ルールは撤廃して、皆さんに自由に競争をしてもらって、創意工夫で、さまざまなリクエストをしてもらう。日本人の可能性を、日本社会の可能性を信じる我々日本維新の会だからこそ新しい社会を作ることができるんです。どうか皆さん、来週の19日からいよいよ総選挙が始まります。改革なくして分配なし、改革なくして成長なし。どうか皆さん、この30年停滞した日本を変えていくために、成長のために我々日本維新の会、そしてこの目黒区では田淵正文と皆様のご注目。皆さんは何の党ですか？カメラがありますから。